たら、東京中国で負けて、で、島根一区で負けて、これだ、出してましたけど、負けて、うん、で、長崎三区でも負けて、三つとも負けたわけですよね、補欠選挙でね。唯一候補立てた島根だけ、立てたけれども、それも負けた。で、静岡県知事選挙でも自民党側の候補が負けた。他の、全国の地方選挙なんかでも立て続けに自民党の候補が負けていたんだけれども、今回自民党が、裏金問題のね、向かい風、もう逆風の中にあったわけだけれども、沖縄は全員当選という全然違う状況になりました。これはもう一重にやっぱ沖縄県独特の影響があるわけですよね。で、玉城知事はやっぱりこうライフワークというか絶対に突き進んでいかなきゃいけないと思ってんのが、普天間飛行場という沖縄県の宜野湾市、行ってご覧になった方はわかると思いますけど、本当に市街地のど真ん中に滑走路が鎮座していて、そこで海兵隊のオスプレイなんていうのがもうひっきりなしに離着陸を繰り返しているわけですね。その飛行場を、移設しなきゃいけない、その場所が名護市の辺野古っていうところになってる。それに対して、玉城知事は猛反対をしてて、国と裁判闘争までやってる。県と国が裁判をやるなんてね、普通ないことです。他の自治体ではありえないんだけれども、まあ、その県民の中ではやはりこれ今までものすごく、沖縄だけが虐げられてきた、米軍基地がなんで沖縄にだけ集中してるんだという、そういう思いの中で玉城知事応援してきたんでしょうけれども、やっぱりこうもうどんだけ反対したって続いてるんですね、工事がね。今年2月にこの辺野古の工事現場をですね、かなり遠いところからではありますけど見てきました、はい、そしたらね、相当進んでます工事。沖縄県が建設計画を止める裁判やってても結局動いてたんですね。巨大なね、タンカーのようなね、採石を崩した石を海に投入する船がドーンと大浦湾っていうね、入り江に止まっててね、周りにいっぱい作業台船があってね、もう工事は止まらないです。だからこれ結局辺野古にもう移っちゃうわけですよね、うん、で、玉城知事がおっしゃってるのが、その大浦湾っていうところはマヨネーズ地層だって、はい、もう本当にね、見に行って思いました。細かな砂がね、反対側の砂浜なんですけど、本当にきめ細かな砂なんですよ。もうとろ、触ったらね、とろっとするぐらい、波打ち際の砂が。要はその、まあ、その文字上とかのあれでは、あ、そんなんなんやな、うん、そんなところにっていうのは、要はあれですか、マヨネーズ地層って言われるでしょ、ね、はい、で、僕見に行って、もちろん海底までは行ってないですけど、波打ち際見たら、本当に細かい砂が、山から流れてきた砂が何度も何度も砂に、海に、波に現れて小さくなってったんでしょうけど、本当に波打ち際見ても、これはズブズブって沼りますしね。あ、そういう砂浜がずっと沖山で続いてるんだと。で、そこに何千本と杭を、7万本の杭を打ってね、水質を、地質を変えなきゃいけないっていう工事だから、玉城知事反対してるところもあるんだけど、結局国はもう強行するわけです。そうすると、やっぱり沖縄県の皆さんも、どんだけ反対したって結局工事は進むんだよね。それだったら、やっぱり県政と国政が対立する構図も良くないよね。じゃあもう、玉城知事を応援するのやめようっていう人もだいぶ出てきてるのかな、という感じが、昨日の県議選の結果見て思いましたね。1945年に太平洋戦争日本負けるわけですけれども、その負ける直前、45年の4月1日にアメリカ軍が沖縄本島に上陸をして、日本で唯一地上で日本軍とアメリカ軍が戦ったところなんですよね、はい、6月23日に組織的な日本軍の抵抗が終わって、6月23日が沖縄慰霊の日、もうあと1週間足らず先ですけれども、そこまでに沖縄県民多くの人が戦争に巻き込まれたんですね。で、その元々沖縄の県民の中でも男性は軍に当然徴用されるわけですし、もう15歳になったら男の子は鉄血勤王隊って言って銃持たされて戦わせられてたんですよね。で、女性もひめゆり学徒隊に代表されるように、もう軍の一部として動かされてましたから、もう沖縄県民にとって逃げる場所がないわけです、はい、で、結果県民の4人に1人が戦争で亡くなるというね、全体の犠牲が20万人というとんでもない場所だったんです、沖縄というのは。そして戦争が終わったと思ったら、今度はそこから、1945年から72年までですから、27年間アメリカ軍の施政下に置かれたわけですね。つまり日本でもなければアメリカでもない、アメリカの植民地。ただそこにいっぱい基地が作られて、銃剣とブルドーザーって言葉があって、もともと住んでいた場所もアメリカの植民地になったわけですから、もう有無を言わさず、アメリカ軍によってブルドーザーで家を壊されて、銃でもって追い立てられて、住んでいた場所、田んぼなんかも全部奪われて、それが基地になっているという、本当に悲しさがたった50年ほど前まで続いてたっていう、はい、で、その事実があって、で、沖縄の人たちに対して日本の本土、本州側、内地側にいる人間というのは、やっぱり沖縄の方々をあの戦争で捨て石にした、で、沖縄を戦場にすることによって米軍が九州や四国や関東地方に来るのを遅らせることができた事実としてあるわけですね。で、戦争が終わった後も27年間にわたってアメリカの占領下に置かれたわけだから、
アメリカ軍の基地がいっぱいあって、そこからベトナム戦争なんか実際いっぱい行ってたわけですから、はい、ずっと実は昭和47年まで戦争終わってなかったんです、沖縄っていうのは。そういうなんとなく僕らはわだかまりというか申し訳ない気持ちがあって、普通だと僕なんか凡人は思うんだけど、今みたいなことを喋ると不愉快に思う人って世の中にいっぱいいるんですってね。僕テレビの番組やってる時に、はい、あの沖縄は日本の米軍基地の 70% が集中していますというと、必ず抗議電話かかってくるんです、複数。なぜかというと、正しいことをこいつは言っていない。米軍専用施設の 70% と言える。これどういうことかというと、日本の本土にある、内地にある自衛隊基地も、米軍と共同利用できるという取り決めがある基地があるんですね。そこも言ってみれば米軍基地なんです。だから、米軍専用施設と言わないと、沖縄にある基地のことを言っていないんだ。でもこれはね、僕はね、数字のマジックだと思いますよ。実際に行ってみればわかるわけだから。国道58号線で那覇からずっと名護の方に北上していくときに、途中、ずーっと右側フェンス。確かに。ずーっとフェンス。そして向こうはずーっと青い芝。広大な敷地に弾薬庫があって、戦闘機が止まっていて、あるいはずーっと奥行ったら、映画でしか見ないような黄色いスクールバスが何十台も止まっていて、でっかいでっかい別荘地みたいなお家に米軍の高級官僚は住んでるわけですよ。で、米兵が住んでるわけ。もうそこはもう楽園みたいなとこですよ。あるところはもう両側、国道の両側がそういうとこになるのよ。そこで生きてきた人たちっていうのは、ものすごく大変な思いだと思うんだけど、今もこんなこと言ってると腹立ってる人いるんでしょ？だけど僕は本当にオープニングの話と一緒。そこの人の気持ちがわかんないのに、代弁した気にならないでほしいっていう。いや、僕も代弁してないですよ。そこに住んだことないから。事実を言ってるだけですよ。だけど、なぜかわかんないけど、沖縄というのはずっと虐げられてる。で、沖縄の人にインタビューをするとね、寡黙な方が多いんですよ。そういう、本土から報道の次第なんかで行くと。でもね、口を開いたらね、やっぱり自分の顔が濃いことであるとか、自分が訛りがあるってことで、東京の学校に行ったけどいじめられたとかね、大阪に働きに出たけどうまくいかずに戻ってきたとか、そういう思いの人いっぱいいるんですよ。で、やっぱそういうね、対立軸をあえて作ろうとしないでくれと、内地の人間は。沖縄を下に見るのやめようよっていう、犠牲になっていただいてありがとうの気持ちがなぜ持てないんだろう。だからそういう中で沖縄の人の諦めですよね。やっぱり内地の人間わかんないんだ。わかんないからどんだけ抵抗しても、玉城知事抵抗してもダメだよ。それがなんか今回の選挙結果になったような気がします。長く喋りすぎました。もう質問の時間がないので次に行きます。私は国と地方の関係が崩れているのではないかということを懸念しています。1993年衆参両院において地方分権の推進に関する決議が全会一致で可決してから、今年は30年の節目です。岸田総理は93年に初当選された年と聞いてますが、この分権決議により機関委任事務制度が廃止され、法定受託事務、自治事務を問わず自治体は地域における課題を自主的かつ総合的に担うこととされ、地域住民の意思に沿って自治体の事務を総合的に行うことが期待されました。この地方分権というもの、要するに地方がそれぞれの創意工夫ですとか、そのそれぞれの発想によって問題解決を行うことによって、この質の高い行政サービスを結果として実現することができる、このための基盤を作るものであると考えています。そして地方分権改革についても、この身近な行政はできる限り、地方自治体が担うということを基本にしながら、権限移譲や規制緩和、これを進めてきたものであると考えています。今後とも地方の自主性、あるいは自立性、これを高めるために、この改革を進めていかなければならない。総理から明快な答弁をいただきました。今回の補正予算には、普天間飛行場の移設として338億円が計上されています。辺野古新基地建設は軟弱地盤で予算がどんどん積み上げとなっていて、辺野古新基地建設工事の2009年当時の総工事費見積もり額と現時点での金額、その差額を教えてください。防衛省青柳整備計画局長。普天間飛行場代替施設建設事業等にかかる経費の概略につきましては、いずれもその後の検討によっては変更があり得るということの前提で、平成21年には少なくとも3500億円以上とお示しし、その後令和元年には地盤改良工事の追加に伴う施工計画の見直しの結果や当時の工事の状況等を踏まえ約9300億円とお示ししており、その差額は単純に数字の部分だけを計算すれば約5800億円となります。2009年から2019年に 2.7 倍の9300億円に引き上げ、9300億円と言っているが、進捗率で言えば1兆を楽々と超えることは今からでも予想できます。で、このお金の問題も非常に問題ではあるんですが、先ほど当時も答弁いただいた
が国と地方の関係性、これについて総理に伺います。2020年4月21日防衛省が辺野古新基地建設の公有水面埋め立て法に基づく設計変更、いわゆる軟弱地盤に7万1000本の杭を打ち込む工事を追加申請しました。沖縄県は2021年11月25日防衛省からの申請内容では工事や施設の安全性が確認できないことなどを理由として法律の要件に照らし申請を不承認としています。その後県の不承認に対し防衛省が私人として行政不服審査請求を行い国土交通大臣が県の不承認を取り消す裁決を行いました。まずこの時点で自治への侵害と言わざるを得ないと私は考えています。でさらには本年10月5日国土交通大臣は県に代わって強制的に手続きを行う大執行のための訴訟を提訴するということにまで行っています。一連の国の姿勢はあまりにも強権的で県の自主性を侵害する大執行は到底許されるものではありません。総理はこれは地方自治を否定することにならないでしょうか。大執行なんてしたら対等とは言えなくなる言葉だけになりませんか。大執行訴訟についてもこれは法律に基づいて手続きを進め、そして裁判所において変更承認申請に関し承認しない知事の事務処理が違法であり承認するよう指示した是正の指示が適法である旨の最終判断が示されたものであると認識をしております。このように手続きは法律に基づいて行いました。そして地方自治に反するのではないかというご指摘がありましたがこれ問われている課題がこれこの地方にとってどういった意味があるのか、国との関わりにおいてどう考えるべきなのか、こうした議論はあるかと思いますが、いずれにせよこの世界で最も危険といわれる天馬飛行場が固定化され危険なまま置き去りにされること、これは絶対に避けなければならない。これは地元の皆様との共通認識であると政府としても考えております。岸田政権与党は国防政策が国家存立事務であるという部分だけを強調し地方自治体の国防政策への関与を阻害していますが国防に関連する施設が周辺住民の福祉を損なう可能性は高いんです。だからこそ自治体が判断したことを国が覆すことに強い懸念を持っています。最初に確認した通り国と地方の関係は対等協力が大前提です。知事が承認しないことが大執行要件の著しく公益を害する状態ではありません。むしろ辺野古周辺海域に軟弱な沖積層がひどく厚く分布しているといった調査もありまして県の審査を慎重すべきです。自治体が地域住民の生活への影響を避けるために処分したものを行政不服審査請求で覆すことや大執行ということをすれば国が自治体を自由にコントロールできるということになりかねません。総理聞く力があるんですよね。であれば今大事なのは、所信表明演説で地方こそ日本の宝そこの力ですと述べたのであればですね、大執行という強硬手段ではなくって沖縄県知事と時間をかけて話し合いをしてください。時間を取って対話すると言っていただきたい。対話が重要、これは全く異存はありません。だからこそ普天間飛行場負担軽減推進会議があり、本年2月にも沖縄県宜野湾市の参加も得て作業部会を開催し、普天間飛行場の一日も早い全面返還と返還までの負担軽減のための具体的方策について意見交換を行っています。ぜひ引き続きこうした意見交換の場を通じて地方の声も聞きながら、こうしたこの課題について結論を出していきたいと思っています。岸真紀子さん、なんと話すべきです。そのことだけ再度言っておきます。これまでいろいろありましてですね、最高裁の判決が出たりで、判決が出てもなお沖縄県が、抵抗しているのは違法行為だというふうに考えていらっしゃる方も多くおられます。そこで、これまでの経緯と現状を再確認するためにちょっと例え話をさせていただきたいと思っておるんですけども、これまでなある資産家がですね、海岸沿いに別荘を建てて外国の友人を住まわそうと考えました。工事を請け負った建設会社は軟弱な地盤はあるけども大丈夫です、地盤の強さは
を示す N 値は11と推定され、比較的硬いから一般的な工法で十分いけますよと。総工費は3500万円。5年で完成しますと、そのように提案しました。で、地主は5年ならいいかなと契約書にサインをしました。で、建設会社は埋め立て工事を始めた後になってからなぜかボーリング調査を実施し、あれはダメです、 N 値がゼロのマヨネーズ状でした、地盤改良工事が必要になりましたと言い出した。7番門の砂食いを打ち込みます、あと12年はかかります、工費は6000万円増しの9300円になりますと、9300万円になりますと再契約を迫ってきました。地主はさすがにこれ契約違反じゃないですかと反発します。すると建設会社は東京本社の社長に電話をします。地主が言うことを聞きませんと泣きつきます。本社の社長はそらけしからんなと、俺が勧告指示を出すと手続きを強引に進めた。地主は裁判に訴え、指示なんてありえませんよと主張した。ところが裁判所は勧告指示の手続きのみを審査し、軟弱地盤の問題など工事の中身は一切審議しない。裁判所は手続きは適正であり、地主の拒否はこれ無効ですよと、それが不服審査申し立ての仕組みなんですと訴えを退けた。地主は上告したけども最高裁も同じだった。ただ判決に意見を添えて地主の言い分も聞いてあげなさいよと建設会社に求めた。建設会社の社長は地主に代わって設計変更書に自らサインできる代執行という禁じ手を使ってしまった。そんな騒動の末、別荘に入る予定の外人さんは最近間取りが狭くて嫌だなと言い始めているというのが現状でございます。そうした経緯を踏まえた上で、地方自治体のその に対する国の代執行は日本初の強権発動となります。地盤改良工事を進めて土砂の投入量で見ると残り 84% の工事を今後8年間で終わらせるというふうに防衛省は説明しております。これまでの工事は水深が 1メートルから3メートルで、このままのペースで進めば、5年でこれ、全体の 16% なんで、このままのペースで進めば、このままのペースですよ、それでも30年先になります、完了は。ただ単純な計算なんですけども、で、これから水深90メートルを含む海域で7番門もの、砂食いを打ち込む、非常に難しい難工事に入る。で、当然工事のペースはダウンしていくと考えるのが自然ではないでしょうか。防衛省は現在の3倍も早いペースで工事を進めるというふうに言ってる。もしかしたらこれペースダウンすると半世紀もかかるようなモンスター事業になるかもしれないという指摘もあります。現計画12年も長すぎるんですよ。歴代の総理、官房長官、外務防衛の閣僚経験者みんな口を揃えて一日も早くと言ってきました。委員長もその中のお一人でございますけども、これ本当にこんな長い間かかってしまったらみんな生きてますかね。これ責任取れますか。これまた工費も青天井になってしまうというふうな指摘もあります。当初計画では3500億円で完成する見積もりでしたが、現在は約3倍の9300億円、しかも 16% しか進んでないのにすでに4312億円を支出しております。沖縄県の試算では2兆5000億円、当初予算の7倍にも膨張するという計算もあります。あの大阪万博の 1.9倍、2350億円が霞んで見える。かのヤンバダムでも5320億円で当初計画の 2.5 倍、東京湾アクアラインで 1.25 倍の1兆4400億円です。途中計画を変更すればどんな無謀な公共工事でも許されてしまう、そんなことなんでしょうか。沖縄防衛局からの埋め立て変更承認申請につきましては、2022年4月28日付で承認するよう、公有水面埋め立て法の所管大臣として、沖縄県に対し是正の指示をしております。この是正の指示につきましては、昨年9月4日の最高裁判所の判決において、その適法性が確定しているところです。しかしながら、その後も知事が承認しなかったため、地方自治法に基づく代執行を念頭に勧告をし、その後、指示を行いました。それでもなお、引き続き知事は承認しなかったため、昨年10月1日付で地方自治法に基づき代執行訴訟を提起しました。その後、12月20日に福岡高裁那覇支部において、知事に対し、12月25日までに承認するよう命じる旨の判決が言い渡されました。しかし知事はこの判決に従わず期限までに承認しませんでしたので、公有水面埋め立て法の所管大臣として地方自治法の規定に基づき沖縄県知事に代わって12月28日付で
沖縄防衛局からの埋め立て変更承認申請を承認したものでございます。しかしそれであればどの省庁からも行政不服審査申し立てをして、そしてその手続きが正しければ全国でも同じような手法で中身など問題な関係なくてどんな公共工事でもできるということになってしまいませんか。今回は、公有水面埋め立て法の所管大臣として地方自治法の規定に基づき、この代執行を行ったものでございます。またそのプロセスについては、各段階の裁判所においてその正当性が認められております。これちょっと堂々巡りになるのでここで置いときますけども、その米軍にはどのように説明しているかというのが気になるところです。8年で終わりますよって言っていて、これ返還合意からもうすでに28年、約30年経過してます。その間ずっとこうね、いろんな計画が出ては消え出ては消え、そして今8年で終わりますよと言ってる、まあ、これまでのペースの3倍でですね進むことが本当に可能なのかっていうことはちょっと疑わしいところが私はあると思うんですけども、防衛大臣、アメリカ側にはどのような説明をなさってるんでしょうか。防衛大臣木原稔君。日米間に、おきましてはこれは日頃から現地間も含めてさまざまな実務レベルで、まあ、協議そして調整を行っているところであります。普天間飛行場代替施設建設事業の工期につきましては変更後の計画に基づく工事に着手してから先ほど申し上げたように工事完了までに9年3ヶ月、そして部隊移転の前に行われることになりますその提供手続きの完了までに12年を要する計画である旨米側に対して説明をしてきております。で、提供手続き完了後早期に普天間飛行場の全面変化が実現できるよう引き続き米国と緊密に連携してまいりますけれども、そこにはしっかりと合意ができているということでございます。現段階の計画内容を見てみると、これ完成してもなおその後20年間は地盤の歪みで滑走路が不動沈下する、そのためにジャッキアップなどで平坦を維持する作業が続くことになっていますね。その都度滑走路の使用が制限されるようになるということですよ。これこういうその滑走路を提供して本当に大丈夫なんですか。2007年の報告書を受けてちゃんと調査をしていれば5年で完成するなどという見通しはもしかしたら立たなかったのかもしれません。10年以上となるとこれ沖縄県が埋め立て許可をに躊躇したかもしれない。なぜなら一日も早くという政治目標が実現しないからです。沖縄県を騙して許可を取り付けたと言われても仕方ないんじゃないですか。大臣、これはですねこの工事自体がこの後先逆になってちゃんとボーリング調査をしてその、地盤の硬さを確定した上でそれをもとに設計図を作ってで何年かかりますよってちゃんとですね沖縄県に説明していないと沖縄県が承認許可をする判断材料には全くならないっていうことですよ。判断材料自体が軟弱だったということですよ、これ。そんなことでですね、今ずっと進んでいって、最高裁まで行って、で、沖縄県が今なお反対していることに対して、沖縄県自身が違法行為をしているというふうな、もうレッテル貼りがすごいんですね、これ。本当にこれ、終わるのかどうか、全く見通しが立たないという状況の中。そして今、滑走路が短いということで、アメリカ側がですね、いろいろ言ってきてる。オスプレイも運用に支障が来たすんじゃないかと言われてる、この1200メートルの滑走路。この滑走路は十分な所要を満たすことができるんでしょうか、大臣。防衛大臣、木原稔君。まず、前段についてですけども、いわゆる海上の埋め立て空港の問題ですけども、これは軍用に限らず民間の空港もそうなんですが、長い年月を経てですね、沈下が起こるということは、これは、埋め立て空港においては一般的でありまして、これについて、設計、施工、維持管理の各段階で、沈下対策というのを行っていくことにより、十分対応可能なものであります。民間で関西空港であるとか、羽田空港もしっかりでございます。このために、普天間飛行場代替施設の滑走路についても、同様の対応によって、飛行場としては問題なく運用可能であるというふうに考えております。そういう中で、今度は滑走路の長さの問題でありますけれども、滑走路長につき、続きましては、この点、日米、両政府でこちらも合意をされているものです。滑走路長については現在の普天間飛行場に配備されている連絡機というのは、C12 および C35 になるわけですが、これらを安全に運用する観点から、米軍の安全性基準というものを考慮しまして、滑走路長は1200メートル、で、オーバーラン対策として各300メートルをとしたところであります。
なお、この普天間飛行場代替施設に移転するのは、これまでの普天間飛行場が有してきた機能のうちに、オスプレイ等の運用機能のみでありまして、いわゆる大型の固定翼機の運用を前提としていないことから、現在の普天間飛行場の滑走路中 に比べると、大幅に短縮をしたということになります。資料4でお示ししたのは、沖縄のアメリカ海兵隊幹部がですね、滑走路の長さが軍事的な制約、この滑走路の長さでは軍事的な制約を受けると指摘しているというふうな記事でございます。この2017年にもそうだったんですけども、アメリカ会計検査院ガオーがレポートの中で、滑走路、この辺野古の滑走路が1200メートルでは短くて問題を引き起こす緊急事態には使えないと厳しく指摘しています。何も滑走路はオスプレイだけに使うか、それはそうじゃないでしょう。例えばカデナが使えない場合はダイバードといって別の航空機が使う場合もあるということを想定するのは、これも一つの緊急事態ですよ。有事ばかりが緊急事態じゃない。そういった緊急事態に対応できないような代物を作ってしまうということなんですね。これは私はね、この辺野古はもう本当に不良品、欠陥品、それを米側へ押し付けて、これが唯一の選択肢と言っている、本当に大丈夫ですか、これ日米関係というふうな心配をしているということなんですけどもね。この計画を進めて底なし沼にはまるほど、日米間の約束が崩れて信頼関係が毀損されていくと私は心配している。辺野古の埋め立ては安全保障マターと思われて、沖縄の反発もわかるけども仕方ないことだと思っている人があまりにも多い。しかし後出し増額の恐ろしい無駄遣いを大執行でやってしまう。さらに飛行場を使う米軍も嫌がっているって言うんですから、一体誰のための埋め立て工事なんでしょう。今裏金問題で明らかになった自民党と業者の狙い合い、癒着構造が辺野古に凝縮されているというふうに思われても仕方がない。防衛費倍増によって全国で拡大している防衛関連公共工事が新たな利権の温床にならないよう襟を正していただきたいと思います。日米同盟の隠れ蓑で米軍も喜ばない滑走路建設に巨額の税金を投入しようとしている、これは沖縄の問題ではなくて全国の納税者に対する背任行為だと思いますけども、このような滑走路を提供して、そして8年9年で終わりますよとアメリカに説明し、で途中で設計変更があったらまた工期を延ばしていく、このような対応で本当に日米関係の信頼維持というのは維持できるのかどうか、私はそのように心配してるんですけども、大臣、もしご所見がありましたらお聞かせください。防衛大臣、木原稔君。配布資料でいただいた、この報道については、承知をしておりますが、一米軍関係者によるその発言ということでございますので、そこに逐一、コメントするということは差し控えたいと思いますが、この普天間飛行場代替施設にかかる現行の計画でございますが、辺野古という移設先や、その滑走路の長さも含めまして、これ、先ほど説明申し上げました点も含めて、在日米軍の運用というものをしっかりと踏まえた上で、これまで累次にわたって日米間で確認をしつつ進めてきておるものでありまして、日米両政府間で合意をされ、そして私も昨年の10月訪米の際にはオースティン長官ともこの話題についてはしっかりと確認し合意をした上で、現在も実現に向けて緊密に協力をしているものであります。引き続き何よりも普天間飛行場の一日も早い全面返還というものを実現し、そして基地負担軽減を図るために全力で取り組んでいく所存でございます。矢原智弘君。はい、最後になりますけども、官房長官、沖縄の基地負担軽減を担当されている官房長官に伺います。沖縄の米軍基地、すでに予定の時間が経過しておりますが、分かりました。じゃあ一つだけ本当に、沖縄県にはですね 0.6% でしかない米軍基地があって、70% の基地が集中していることについて、本土移転を玉城デニー知事は求めているんですけども、米軍部隊の本土移転も含めて真の負担軽減を考える、あるいは行っていく覚悟が官房長官おありかどうか、最後にご質問させていただきます。内閣官房長官林芳正君、端的にお願いします。沖縄県には多くの米軍施設区域が集中しておりまして、沖縄の皆様に大きな基地負担になっていただいていること、これ政府は重く受け止めております。こうした考え方の下で、政府として空中給油機の本土への移転や緊急時の航空機の受け入れ機能の移転、オスプレイ訓練の県外移転等、着実に進めてきておるところでございます。矢原智弘君、質問を終わります。ありがとうございました。これにて矢原君の質疑は終了いたしました。